誰もいないじゃん。あ、いた。こんばんは、ニューシェルビーズです。どうもありがとう。今日は一番最初はバンド隊だったんですね。今日はあの寿司だとかもつ煮とかいろいろあってよかった、いいですね。そうだよな、食べてるね。食べたいよな。終わったら食べます。あ、その前にあれだ、ビール一杯もらっていい？せっかく来てるから、じゃあ乾杯でもしましょうか、ね、じゃあ乾杯。どうもありがとう。ニューシェルビーズは1960年代の日本のガレージやってます。グループサンズをやってます。ディックがビール欲しい。なんか攻められてる感じがする。あ、久しぶり久しぶり。誰か久しぶり。あ、ご無沙汰してます。今日はあのどうしてこう人が多いかっていうと、なんで年末だからじゃないですか。違うの？月始まったばっかりの気がするけど。今太鼓が戻ってきたらやります。少々お待ちください。あれ？嫌になって帰ったんだと。月1回あの第1金曜日か土曜日かで、心のロックっていうイベントがありまして、こちらの方にあの参加させてもらっています。いつもあの奉仕とか、この後の出演もされる、類推投げバンドさんとか非常に可愛がってもらってます。どうもありがとうございます。で、今日はあれですね、奉仕ワンニャン島のね、ワンニャン島っていうのは奉仕が今度立ち上げたあの政治結社がありまして、そちらの、ぜひ党員になっていただきたいので、今日お集まりの方は当然、ワンニャン党の、党員になっていただく、入った？いただくということで、署名されてない方は、いずれ久しぶりで、ぜひ帰りにですね、方針一声かけていただいて、ぜひ党員になっていただいてですね、目指せ100万人でよろしくお願いします。ニューシェルビーズです。よろしく。ニューシェルビーズは、1960年代の後半の、日本の、ガレージグループサンズ、カバーしてます。はい、なるほど、最高です。じゃあ1曲目はブルーインパルスの太陽の剣。いやいや、ワンツースローじゃん。違う、えなんだよ、なんだよ、どうじゃないの、ワンI know she got a
もうベロベロだ。じゃあ続いては1968年に出たリンド&リンダーズじゃなかったリンド&リンダーズだな、大阪のバンドのリンド&リンダーズが、やってた、銀の鎖っていう歌をやります。ちょっと去った後にグループサンドの残党が作ったピッグっていうグループがありまして、それを非常に愛してます。口の中ちょっと米粒だらけじゃあ、続いてはね、じゃあピッグっていうグループがやってた、沢田研二とか、萩原健一とかやってたやつで、自由に歩いて愛してっていう曲を聴いてください。
原田賢治の気になるお前。あと2曲、次はもうお決まりのやつでごめんね。一応新曲やれって言われたんで2つやりました。大丈夫ですか。じゃあ続いて、いつも僕らが最後の方でやってる曲で、The Four Leaves っていうグループがやってた愛と死っていう曲と、そして最後は The Youngers の離れたくない、離れた、話したくないか、話したくないでお別れします。どうもありがとうございました。じゃあ先にフォーリーブスの愛と知ってやつ。
今日もありがとうございました。じゃあ最後にヤンガーズの話してください。